男の人と女の人が話しています。女の人はお母さんから何をもらいましたか？お母さんからです。あ、かわいい、この猫。その猫は誕生日に父がくれました。この犬も？それは母にもらいました。そう、人形は？それは父です。女の人はお母さんから何をもらいましたか？男の人と女の人が話しています。女の人はお母さんから何をもらいましたか？お母さんからです。あ、かわいい、この猫。その猫は誕生日に父がくれました。この犬も？それは母にもらいました。そう、人形は？それは父です。女の人はお母さんから何をもらいましたか？病院で医者と女の人が話しています。女の人はこのあといつ病院へ来ますか？じゃあ次は来週来てください。今日と同じ月曜日はどうですか？ああ、その日は仕事がありまして、水曜日までずっと仕事です。そうですか。次の日は大丈夫ですか？はい、大丈夫です。午後の方がいいですが。いいですよ。じゃあ2時でいいですか？はい。女の人はこのあといつ病院へ来ますか？病院で医者と女の人が話しています。女の人はこのあといつ病院へ来ますか？じゃあ次は来週来てください。今日と同じ月曜日はどうですか？ああ、その日は仕事がありまして、水曜日までずっと仕事です。そうですか。次の日は大丈夫ですか？はい、大丈夫です。午後の方がいいですが。いいですよ。じゃあ2時でいいですか？はい。女の人はこのあといつ病院へ来ますか？男の人と女の人が話しています。山田さんの部屋はどこですか？あそこが山田さんの部屋です。あの電気がついている部屋。外に花が置いてありますね。山田さん、花が好きですから。え？花？ああ、それは下の部屋ですね。山田さんの部屋はその上ですよ。ああ、あっちですか。山田さんの部屋はどこですか？
男の人と女の人が話しています。山田さんの部屋はどこですか？あそこが山田さんの部屋です。あの電気がついている部屋。外に花が置いてありますね。山田さん、花が好きですから。え？花？ああ、それは下の部屋ですね。山田さんの部屋はその上ですよ。ああ、あっちですか。山田さんの部屋はどこですか？男の人と女の人が話しています。男の人は夏休みに何をしますか？夏休みはどうしますか？ずっとアルバイトです。でも旅行にも行きたいです。田中さんは？家族みんなで富士山に登ります。いいですね。でも高いですから気をつけてくださいね。ええ、今父と母が毎日走っていますよ。男の人は夏休みに何をしますか？男の人と女の人が話しています。男の人は夏休みに何をしますか？夏休みはどうしますか？ずっとアルバイトです。でも旅行にも行きたいです。田中さんは？家族みんなで富士山に登ります。いいですね。でも高いですから気をつけてくださいね。ええ、今父と母が毎日走っていますよ。男の人は夏休みに何をしますか？ホテルで先生が学生たちに話しています。学生たちはこれからどうしますか？これから皆さん自分の部屋に入ってください。荷物は自分で持ってください。晩ご飯は食堂で6時半からです。その前にお風呂に入ってください。学生たちはこれからどうしますか？ホテルで先生が学生たちに話しています。学生たちはこれからどうしますか？これから皆さん自分の部屋に入ってください。荷物は自分で持ってください。晩ご飯は食堂で6時半からです。その前にお風呂に入ってください。学生たちはこれからどうしますか？男の人と女の人が話しています。二人はどこで会いますか？
明日の映画は1時からですね。じゃあ映画の前に昼ご飯を食べましょうか。そうですね。じゃあ駅で会いましょう。駅の近くにいろいろレストランがありますから。ええ、デパートも近くにありますから、その中で食べてもいいですね。ああ、それがいいですね。そうしましょう。二人はどこで会いますか？男の人と女の人が話しています。二人はどこで会いますか？明日の映画は1時からですね。じゃあ映画の前に昼ご飯を食べましょうか。そうですね。じゃあ駅で会いましょう。駅の近くにいろいろレストランがありますから。ええ、デパートも近くにありますから、その中で食べてもいいですね。ああ、それがいいですね。そうしましょう。二人はどこで会いますか？男の人と女の人が話しています。名前と番号はどこに書きますか？この紙に名前と番号を書いてください。はい。あ、どこですか？写真の下に名前を書いてください。はい。それで名前の左に番号を書いてください。はい、わかりました。名前と番号はどこに書きますか？男の人と女の人が話しています。名前と番号はどこに書きますか？この紙に名前と番号を書いてください。はい。どこですか？写真の下に名前を書いてください。はい。それで名前の左に番号を書いてください。はい、わかりました。名前と番号はどこに書きますか？女の人と男の人が話しています。女の人は何を飲みますか？ごちそうさまでした。料理、とても美味しかったです。それは良かったです。飲み物は何がいいですか？コーヒー、紅茶、あとお茶があります。じゃあ紅茶で。わかりました。ミルクはどうしますか？ミルクは結構です。わかりました。少し待ってください。女の人は何を飲みますか？女の人と男の人が話しています。女の人は何を飲みますか？
ごちそうさまでした。料理、とても美味しかったです。それは良かったです。飲み物は何がいいですか？コーヒー、紅茶、あとお茶があります。じゃあ、紅茶で。わかりました。ミルクはどうしますか？ミルクは結構です。わかりました。少し待ってください。女の人は何を飲みますか？男の人と女の人が話しています。二人は明日何時に会いますか？じゃあ明日11時にここで会いましょう。30分遅くしませんか？昼ご飯にちょうどいいでしょ？そうですね。じゃあそうしましょう。二人は明日何時に会いますか？1、10時半です。2、11時です。3、11時半です。4、12時です。男の人と女の人が話しています。二人は明日何時に会いますか？じゃあ明日11時にここで会いましょう。30分遅くしませんか？昼ご飯にちょうどいいでしょ？そうですね。じゃあそうしましょう。二人は明日何時に会いますか？1、10時半です。2、11時です。3、11時半です。4、12時です。病院で女の人が男の人に話しています。病院の部屋には何がありますか？トイレは部屋にはありませんが、すぐ近くにあります。シャワールームはトイレの隣です。好きな時に使ってください。部屋には小さい冷蔵庫がありますから、飲み物などを入れてください。病院の部屋には何がありますか？病院で女の人が男の人に話しています。病院の部屋には何がありますか？トイレは部屋にはありませんが、すぐ近くにあります。シャワールームはトイレの隣です。好きな時に使ってください。部屋には小さい冷蔵庫がありますから、飲み物などを入れてください。病院の部屋には何がありますか？
男の人と女の人が話しています。男の人はこの後何をしますか？昨日は楽しかったですね。そうですね。田中さんもパーティーの後カラオケに行きましたか？いえ、私は行きませんでした。宿題がたくさんありましたから。そうですか。今日も宿題をしますか？いえ、今日はこれからデパートでアルバイトです。忙しいですね。じゃあ食べに行く時間はないですか？いや、大丈夫ですよ。行きましょう。男の人はこの後何をしますか？男の人と女の人が話しています。男の人はこの後何をしますか？昨日は楽しかったですね。そうですね。田中さんもパーティーの後カラオケに行きましたか？いえ、私は行きませんでした。宿題がたくさんありましたから。そうですか。今日も宿題をしますか？いえ、今日はこれからデパートでアルバイトです。忙しいですね。じゃあ食べに行く時間はないですか？いや、大丈夫ですよ。行きましょう。男の人はこの後何をしますか？